はいどうもラリクマチャンネルですってことで、今回はねすごいサブ動画ってことで簡単な動画になっちゃってもう多分編集ぐらい出しちゃうと思うんですけどもちょっとね申し訳ないです。ちょっとあと風呂上がりなんで申し訳ないですけどちょっとしたサブ動画上げていきたいと思います。でいつもとねアングル違うのはまあご了承ください。で今回ですね新しい、まあ買った商品まあこれメインにしようか悩んだんですけども買った商品があるんでちょっと紹介します。それがこちらじゃじゃーん。ちょっとシルバーだと見づらいかな。黒もあるんで黒。はいこちらこちらボーレセーフティーっていう、スプラッシュクリアレンズっていうのがになります。まあ簡単に言うとサバゲでよく使うシューティングレンズですね。シューティングレンズのレビューになります。シューティングレンズで結構ね最近、昔使ってたシューティンググラスでいいかな。昔使ってたよいしょシューティンググラスがこちらなんですけどももう結構見えるかな結構傷とかがついててもうすぐ反射してるけど傷とかがついててもうかけるともうスモークみたいにかかっちゃって見づらいんですよ。で今回、まあ、いつもこれの黒タイプだったんですけどもあとなんか見栄えもねこれ無料でついてきたやつなんでちょっとチャチかったりとかするんでこの部分とかもうゆるゆるでねくるくる回ったりとかするんですけどもこれの新しいの欲しいなと思って友達が結構いろんな新しいシューティンググラス買うんでうわいいなと思って今回こちらの、ボーレセーフティさんの、シューティンググラスの方を買ったんですけども結構デザインがかっこよくてですねここの耳にかけるあたりとか全部ここラバー質でできてて滑り止めのね感じになっててでかつですねこのボーレって書いてボーレボーラって書いてあってめちゃくちゃねかけ心地がいいんですよ。これ実はかけるとね完璧になんかすげえ危ない人みたいになるんだけどこれサバゲーだとね結構このグリップ感結構そんな締め付けが強くなくてあとちゃんとサイドもね、ガードしてくれてるんで結構ここに沿って密着感はあります。でつけた感じもそんなにブラックなんですけどもそこまで見づらくなくて結構見やすいですね。でもちょっとここの真ん中が浮いちゃうんでガツッとはめとかないとちょっとここに違和感はありますね。ここの真ん中覗くときに違和感があるけどそれ以外はねほとんど何もなくて随分ね、見やすい形の、レンズになってます。こちら Amazon でね買うと1500円もするのか1500円もしたのかこれで1500円ぐらいで、まあ、ちょっと他のレンズよりはちょっと高いかもしれないんですけどもなかなかいいです。この真ん中の部分もねゴムラバー質になってるんで滑らないしかつねグッてやっても痛くないんでそこら辺もねすごくいいんじゃないかなと思います。耐久性とかはちょっとね調べらんなかったんでちょっとそれだけは申し訳ないです。多分でもシューティンググラスっていうんで少しは持つと思います。他のサングラスよりはね全然持つと思います。このボーレセーフティのスプラッシュクリアレンズが今回白と黒買いました。またまあサバゲで使ったりとかしないんで感想とかまで言えないんだけどデザイン性がねこの本当にデザインがかっこいいんでぜひね気になる方は新しいグラス欲しいなって思った方はねぜひぜひ買ってみてください。ということで超短いんですけどこれがサブってことになります。はいすいませんちょっと時間がなくてね編集の時間がなくて簡単な紹介になっちゃったんですけどもこんな形で終わりにしたいと思います。あと1個ぐらい紹介しようか。いやそれかあと1個ねあと1つだけ紹介します。よいしょよいしょひよこがよく使うアウグちゃんなんですけどもこのアウグちゃんのグリップの部分少し変わってると思いません？これ実はですねライラックスさんのパーツを買いました。元はですねこういうタイプのこれがこっち向きかこんな感じでついてるんですけどこっち見てもらうと俺分かるように実はねネジも取れちゃって外れちゃったんですよ。パーツ自体が全部このレールがついてたんですけどここにレールが取れちゃってもう何もついてないような状態になっちゃったんでまあ見栄えが悪いなと思ってこのねちょっとしたショートレール、まあ、グリップが欲しいってことだったんでこうちょっとしたショートを買ったんですけどもこれがね意外とここの1個のパーツネジだけで止めてるんだけど全然ぐらつきもねそこまでなくて思ったよりね頑丈なんでねすごくそれはね今びっくりします。まあ俺が使わないからそんなに強くグッて俺握んな記憶は多分握んないと思うんで大丈夫だと思うんですけどね結構あれですねガッチチしててすごくいいです。まあパーツがね壊れちゃった方とかはまあ東京マルさんに言えば新しいのくれるんだろうけどね、それよりも
安価で収めたいって方はライラックさんのライラックさんのねアンダーライドを買ってもらいたいと思います。すげえくしゃみしたの今。はい、はい、ということで、すごい簡単なサブになっちゃったんですけども、これで終わりにしたいと思います。 BGM もね、多分何も入ってないんですけども、気軽に見てください。たまにこんな動画出します。はい、以上、バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。